神奈川県みんなでビューティービーエンターテインメント広報カナフル TV のお時間です。司会の田崎ひかりです。今日は黒岩知事と一緒にお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしておなじみのお二人さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてルイルイ今日もよろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。さあ今日のテーマなんですけれども、はい、今日はですね、来週の22日月曜日から始まる共に生きる社会神奈川推進週間、これを前にですね、改めて共に生きる社会神奈川憲章の理念やその意味について伝えていきます。はい、まあ、この憲章なんですけれども、はい、3年前の津久井やまゆり園の事件を受けて策定されたものですよね。そうなんですよね。3年前の7月26日も忘れもしないですけどね、津久井やまゆり園で大変な事件が起きてしまいました。コミュニケーションが取れない人間は生きてる意味がないんだって勝手なデタラメな考えに基づく独断的な犯行で19人もの方の希少な命が奪われたわけですね。こんなことを二度と許しちゃいけないということでね、共に生きる社会を前進させていこうと、そんな思いでですね、県議会の皆さんと議論して共に生きる社会神奈川憲章というのを取りまとめたわけですね。その憲章の理念なんですけれども、こちらになります。はい、ちょっと読み上げてみますね。はい、共に生きる社会神奈川憲章、一つ、私たちは温かい心を持って全ての人の命を大切にします。一つ、私たちは誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現します。一つ、私たちは障害者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除します。私たちはこの憲章の実現に向けて県民総ぐるみで取り組みます、ということなんですよね。はい、この理念を、ね、広げていくために県ではさまざまな取り組みをこれまでも行ってきましたよね。そうですね、これが7月26日を含む1週間ですね。今年は7月22日からになりますけど、共に生きる社会神奈川推進週間ということでね、いろんなイベントをやってるんですね。みんな集まれというイベントやったりとかね、さまざまな展開をしていますね。そんな中でもね、この神奈川憲章そのものまだね、知らないっていう人はいらっしゃるんですね。そうですね、確かに。はい、ですから我々ね、もっともっと知っていただくために頑張らなきゃいけないなと、ということで今回ですね、アンナちゃんと僕が実際に活動している皆さんにお話を聞いてきました。はい、共に生きる社会とは何か、そのヒントになりそうな3つの活動をご紹介します。まずはこちらご覧ください。先月14日川崎市中原区にある等々力陸上競技場で行われた J リーグ川崎フロンターレ対北海道コンサドーレ札幌戦、そのキックオフの4時間前、観客席には座席を丁寧に掃除する人たちの姿がありました。どうですか、参加してみて。あ、楽しいです。どんな思いでこういうのを今回今日はやってますか。意外と綺麗だなと思って、なんかさらに綺麗にしたいなと思いました。結構参加してますか。参加してますね。やりがいをすごい感じる。会場の雰囲気とか、その場のなんか空気とか感じながら仕事するのが楽しいなって思います。川崎市と川崎フロンターレとともにこの活動を主催するのは、渋谷区や川崎市を拠点に活動する NPO 法人ピープルデザイン研究所。今日はですね、前半はスタジアムの座席拭きで、後半お客様が入られてからは、ゴミステーションという、ゴミ捨て場の分別のサポートと、あとサポーターの皆様とかお客様の声かけですね。はい、今回に関しては知的、精神、身体ですね。障害のある人の今までの仕事って結構こう地味なものが多かったんですよ。そこでこう楽しい明るいスポーツとか音楽とか映画とかエンターテインメント そのコンテンツの中で彼らの働く場所を提供できないかなと思ったのが理由ですね。はい、2015年から毎回ホームゲームで就労体験を受け入れる川崎フロンターレでは、その意義をこう語ります。川崎フロンターレのこの等々力陸上競技場もですね、たくさんの方に楽しんでいただきたいという競技場で、障害のあるなし関係なくですね、皆さんが楽しんでいただくために、働く人たちも同じように楽しんでいただきたいと思って、はい、それで引き受けさせていただきました。ここで働いてくれている障害者の方々が、一人でも多く、これをきっかけに、職業についていただいて、今度はファンサポーターとして等々力に遊びに来てくれたらいいなと思ってます。
この日参加した障害のある方は総勢8人。障害があるからといって特別な配慮はなく、就業時間も任される仕事も健常者のスタッフと同じ。揃いのユニフォームを身につけた参加者は、スタンドの清掃からゴミの分別作業など、キックオフの午後7時までおよそ5時間、運営スタッフの一員として就労体験を行いました。ちょっと自分こういうところを見ると、ちょっとやっぱ陸上やってたもんで走りたくなります。もともとサッカーが割と好きなので、はい、あと高校生の時にこの会場でバイトしてたことあって懐かしいなと思って参加しました、はい。まあ、今就労甲子園に通ってるんで、そうですね、ちゃんと継続的に働ける仕事を見つけられたらいいかなって思ってます、はい。ありがとうございます、はい、頑張ってください、はい。就労体験には2018年度までに延べ2349人が参加し、212人を一般就労に結びつけるなど大きな成果を上げているそうです。2012年に心のバリアフリーの実現を掲げて NPO 法人ピープルデザイン研究所を立ち上げた須藤真嗣さんは、次男が脳性麻痺で生まれたことを機に活動を開始。福祉をかっこよくをキーワードに、ハイセンスに着こなせるアイテムの開発やイベントのプロデュースを手掛けています。共に生きる社会として、はい、まあ、この先どのようになっていってほしいとか、どんな目標がありますか？僕たち自身はですね、これその社会を本当に作ろうと思ったら、教育も含めて今のままだともうどうにもなんないと思ってます。今のままというのは、行政やいわゆる政策に依頼して陳情していくっていう文脈だとどうにもなんないと思ってます、うん、なったとしても50年後100年後、うん、でも今20代30代40代の当事者にとっては今ですよね、やっぱりね。そのためには依頼や陳情っていうその枠を超えて、やっぱ私たち一人一人がこう理想じゃなくて現実の問題として、うん、じゃあどうするかっていうアクションを一人一人が実行できているっていう、そこに喜びやイケてる感とか、うんうん、そういう課題をも解決してるのってかっけえとかかわいいとかやばいねっていう思えるような、うんうん、そういうムーブメントを、まあ、今日までわずかではあるんですけど作り始められてるという実感があるんで、実はこういう団体が複数あるんですよ、うん、そういう方々とつながってって、さらにこう大きい松明にしていくっていうのが一つで、もう一つはですね、神奈川県でいうと、まあ、例えば人口でいうと今年の春の数字でおそらく918万人約ぐらいですよね、うんうん、これってすごい単位なんですよ。すごいっていうのは、例えばニュージーランドとかフィンランドでも400万人台だったりするわけなんで、うんうんうん、要はみんなが知ってる国一つ分のサイズがありますよね、うん、でこの918万人が全員とは言いませんけども、まあ、その6割ぐらいが自分のこととして目の前にある課題、マイノリティたる人たちの困りごとを具体的に解決していくっていう、それはうちでご飯食べないっていうことでもいいと思うんですよ。田舎からこういうのを送ってきたからよかったらいかがっていうことでもいいかもしれない。目の前にいる家族やご近所、そこにいる困ってる人へ自分ができるアクションというものを具体化させていくっていう、そこに未来があると思うんですよね。私たちの NPO だけではなくて横につながりながら、うん、まあ、できれば神奈川県という、多分ね日本全国とは思ってないです、うん、この918万というある意味一つの国のサイズとしては最適ぐらいな、うん、ここだったらいけるだろうっていうね、このサイズの中からむしろ日本の他の都道府県やあるいは世界の同じような困りごとに近い未来に直面するような国々に対して範になれるような、そういう物差しをぜひいろんな方々といろいろ違うステークホルダーと一緒になって作っていきたいなというふうに考えています。なかなかこう身近にいる人が困っていて、こう何かアクションを起こすって障害あるなしにかかわらず結構勇気がいることだったりするんですけど、こういう場があるとこう一緒に経験を分かち合ったりして、その中で相手を知ることができたり、すごくこの場が増えていくといいなと思いますね。
今の須藤さんの言葉ってすごくこの力がありましたね。ありましたね。なるほどなって聞いちゃいましたけどね、やっぱりその皆さんが当事者意識を持って自分が何をするのか、今何をするのかということを考えるということはすごく大きなことだと思いましたね。しかもそれをかっこいいとかイケてるとかっていうイメージをみんなで持つっていうのはすごく大きいことだと思いますね。まあ、というわけでなんですけれども、この須藤さんが代表を務めるピープルデザイン研究所なんですが、従来の福祉を超えたアイデアやデザイン、そしてテクノロジーの展示や体験などができる超福祉展、これをですね9月3日から開催しますので、そちらもぜひ注目してください。はい、さあ続いてはアンナちゃん。はい、続いてはですね、障害のある方々が働く就労支援に取り組んでいる施設に行ってきました。こちらご覧ください。横浜市泉区にあるこの店は、行列のできるレストランとして人気のファールニエンテ。自家製小麦を使ったパンはリピーター続出。そしてレストランに来た方は必ずと言っていいほど注文するピザ。美味しそうですね。おしゃれ。あ、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら。ファールニエンテさん。はい、そうですね、ファールニエンテになります。ファールニエンテっていう言葉を今初めて言ったんですけど、はい、これはどんな意味があるんですか？はい、イタリア語でドルチェファールニエンテっていう、はい、何もしない甘美な時間という意味の言葉があるんですね。何もしない甘美な時間、はい、何もしなくていいんですか？そうですね景色がいいところに行って5分10分のんびりと、のんびりできるなっていうような時ってあるかと思うんですけど、そういうこと時間をイタリアでドルチェファールニエンテというそうなんで、まあ、そういうのんびりした空間を作りたいっていう思いを込めて、ファールニエンテというお店の名前をつけております。贅沢な時間をお過ごしくださいっていうことなんです、ね。はい、でも本当にね、緑も多くて綺麗なところだなって思うんですけど、はい、ここはレストラン、はい、はい、になるんですか？パン屋さんと食堂をやってる、お店、あと、お野菜作りとか花なんかを売っている農業のお仕事をする福祉施設になります。あ、福祉施設なんですか？そうですね、障害のある方たちが働く施設になっていて、はい、基本的にはその障害のある人たちが活躍する場になっております。あ、そうなんですね、はい、そう、実はこのファールニエンテは2014年にオープンした障害のある人が働く施設。現在、農業部門、パンとレストラン部門に分かれて36名の障害のある方が働いています。お店のすぐ脇にあるんですね。そうですね、もうお店の横が畑としてやっております。ちょうど今キュウリ収穫しているところになります。こんにちは。今キュウリ、なんか1個、もう1個取ってもらっていいですか？すごい。1個取りますか？一個取りますか？いいですか？どうやってやったらいいんですか？どれどれ？あ、すごい立派なキュウリ。これどこ切ったらいいんですか？ここ切ればいい。あ、このギリギリを、ここ、じゃあせーの、いきます。せーの。あ、すごい簡単に切れる。わー、取れたありがとうございます。あ、ごめんなさい。よいしょよいしょ。はい、ありがとうございます。取れました。立派なキュウリ、大きいですね。はい、すごい。じゃあちょっとこれ収穫、収穫どうですか？大変ですか？ちょっと大変。ちょっと大変。あ、ちょっとはちょっと大変。あ、そうなんですね。いっぱい取れると楽しい。楽しい。そうなんですね。いや、でもすごい、本当に立派なお野菜育つんですね。そうですね、はい、ちょうど今時期にもなってきてるものがあるので。もう本当にお店のすぐ横に畑が広がっていて、お店の中からも見れるんですけど、もうみんな一生懸命育ててて、また知識もすごいし、これトマト、あ、いいですね、美味しそう。ね、美味しそうでしょう。本当にいろんな野菜をね作ってるんですけど、もう美味しそうでね、食べたくなっちゃったので。まさかつまんだ。大きいですね。大きい、すごい。いただきます。はいはい、どうですか？結構美味しいので。うん、あ、よかった。パチパチ。うん、よかった。おいしい。ありがとうございます。すごい、よくできてますか？大丈夫ですか？程よい酸味と甘みもきちんとあって、でね、ちゃんとね、プリって張ってるの。よかったよ。パシンってね、弾けて美味しい。イエイ、ありがとうございます。イエイ
収穫された野菜はベーカリーやレストランへ運ばれ調理されたり、採れたて新鮮野菜として販売されます。そしてファールニエンテは小麦も育てて収穫してるんです。そのこだわりの自家製小麦を使って作るパンやピザは絶品。これが人気の秘密なんです。これ隣の畑で採れたお野菜ですか？そうです。はー、すごい色鮮やかで。こんにちは。これ今から焼くところですか？どうですか、ピザ作りは？楽しくやってます。あ、楽しいですか？早速お店の一番人気、採れたて野菜がたっぷり乗ったピッツァを焼いてもらいました。本格的です ね。そう、すごいね、本格的な窯があって、結構難しそうでしたよ。美味しそう。すごいでしょう。そう、後ろに見えるのが畑ですね。映えますね、またこのピザがね。綺麗なたっぷりだ。わあ、美味しそう。これが、このお野菜が、このまさに、そうですね、はい、畑で採れたお野菜を、後ろの畑で採れた野菜がすごいゴロゴロ乗ってますね。そうなんです。野菜たっぷりのオルトラーナピザということで、オルトラーナピザ、オルトラ、はい、お出しさせていただいております。いただきます。うーん、ありがとうございます。あ、んと、お野菜シャキシャキで、そうですね、フレッシュですし、やっぱ小麦の香りが高いですね。はい、そうですね。はい、やっぱ自家製の小麦を入れさせていただいているので、他の、ピザ屋さんとも比べるとピザの、あ、生地の香りが本当に、こうやって皆さん働いていて生き生きとしてらっしゃって、はい、でお客様もすごい喜んでくださって、これこそも本当、共に生きるっていう、そうですね、はい、感じですよね。はい、今後どうしていきたいとかってありますか？そうですね、まあ、障害のあるスタッフが働く場なので、やっぱりもっと障害のある人たちが活躍できる場にしていけたらなとは思っております。今日見ていただいた中でも活躍してるんですけど、まだまだお野菜をたくさん作ったりですとか、来ていただいたお客さんに商品を提供するところとか、やれることはいっぱいあるので、そういうふうなことができるといいなというふうに思っています。もっと皆さんの活動の場が、そうですね、広がっていくといいかなというふうに思ってます。いや、でも本当に今日私も素晴らしい、まあ、収穫体験も一緒にさせていただきましたし、本当皆さんの生き生きと働いている姿を見てね、こちらまで勇気をもらいました。で、パンも本当に、あ、そうですね、ピッツァももちろん美味しいですけど、パンも本当にね、美味しそうだなと思って、ちょっとあちらもぜひいいですか、行っても、はいはい、見ていただければと思います。で、このベーカリー、すんごい人気で、ずっとお客さんぎゅうぎゅうなんですよ。いや、美味しそう。すごい種類があって、あ、そうそう、あれカレーなんだ、いいな、これね、はい、ミルクフランス一番人気。うわ、美味しそう。わらび餅とか変わったのもある。水まんじゅう、あ、これ人気ナンバーワン、ミルクフランス。うわ、手作りミルククリームだって、美味しそう。でもちょっと私ピザたくさん食べちゃったので、これスタジオに持ってこうかな。知事、スタジオで食レポお願いします。いや、いい流れですね。はい、来ました。食べたいと思ってましたよ、見ててね。すごい美味しそう。ということで、お待ちしましたよ。これはすごいね。そう、ちょっとね、ミルクフランス一番人気だったんですけど、ちょっと人気すぎて売り切れということで、まあ、それ並ぶぐらいね、人気のパンお持ちしました。じゃあ、知事、ぜひ、あそこの畑で採れた、ピザ、そうです、そうです、野菜がたっぷり乗ったピッツァ、ボリューミーですね。すごい、すごい、ほんとたくさんお野菜が乗ってる。いただいていいの？じゃあ、ガブっていっちゃう。はい。あ、おいしそう。うん、いい感じだな、これ。よかった。うまそう。いや、すごいいい感じ。戸崎さん、ぜひチーズブレッド。あ、そう、私チーズも大好きです。あ、すごい、チーズがたくさん入ってる。はい。
ちょっといいですか、僕も。はい、じゃあ塩パン。はい、よし、いろいろ食べようぜ、一緒に。いいんですか。一緒に食べよう、食べよう。パン屋さん来た、パン屋さん来た。ありがとう、パン屋さん。パン屋さん、後ろで食べてるよ。おいしいな。それ塩パンですね。バターなのかマガリなのか分かりませんが、バターが贅沢に入ってます。すごい。感じます。いろいろ映って、僕はこれで買ってる。すごいおいしいパンがね、もう50種類から60種類ぐらいあって、まあお野菜もね、日によって違うんですけど、お野菜使ったパンもありますし、本当に美味しいです。やっぱり知事、美味しいものはバリアフリーですね。美味しい。ね、でも本当に、あれ、障害者雇用っていうのは、これ我々はね、あの県としても全面的に進めてるんだけども、うん、今の VTR が見ててですね、障害って、関係ないじゃん、うん、ですね。ね、うん、こんな美味しいも作れるわけでしょ。それぞれ皆さんは、ね、いろんなハンディ持ってらっしゃるかもしれないけども、うん、それぞれの個性に合わせて仕事を用意していけば、うん、これだけ立派な仕事ができるという、うんね、私たちも美味しいから行くっていうことで、うん、実はこういうお店ずっと続いてほしいから支えることにもなるわけですし、うんうんね、いやすごい。さあさあ、ルイル喋れるかい。喋りますよ。大丈夫です。飲み込みました。はい、さあ、美味しいものを食べた後は手に汗に握るすごい戦いがありますので、そちらをどうぞ。いやいや、盛り上がってますね。さあさあさあ、今日皆さんにお伝えするのはこちら、ブラインドサッカー。見たことありますか皆さん。今日僕初めてなんですけどね、魅力を伝えたいと思います。ウッズが伺ったのは、全国のブラインドサッカーチームの頂点を決めるアクサブレイブカップブラインドサッカー日本選手権ファイナルラウンド。神奈川県のチーム、ブエンカンビオ横浜が3位決定戦に登場します。スペイン語で良い変化を意味するブエンカンビオ、東日本を代表する強豪チームなんです。合言葉は横浜愛、挑戦心、共有心を持ち、ブエンカンビオを起こす。すごい盛り上がってるんですけど、これは一体どういう大会なんですか、ね、まずこちら、はい、視覚障害者向けのブラインドサッカーというパラリンピック種目の国内大会になります、はい、これちょっと日本選手権、割と大ごとな大会ですよね。そうで、まあ、ちょっとブラインドサッカーっていうものを、まあ、これはルール的にはフットサルのコートぐらいのとこ。そうです。なんかどういった違いがあるんですかね。大きい違いはやっぱ壁があるっていうことですよね。両サイドに壁があって、はい、まあ、フットサルだとなかなかないですよね。そうですね。あとは、戦うプレイヤーの選手の数、はい、まず5対5っていうのはフットサルでも一緒だと思うんですよ。キーパーがいて、はい、フィールドプレイヤーが5人4人いるっていうのは、はい、あとそれに加えて相手ゴールの後ろにガイドと呼ばれる、うん、選手をゴールまで導く役の選手と、あとピッチサイドにいる監督って呼ばれるポジションの選手っていう、計7人で戦うスポーツで、これルール的には皆さんこう、まあ、目が見えない人だったり、これ、まあ、アイマスクをしたら普通の、まあ、障害のある方でもできるということです。正眼者でも視覚障害の方でも同じような状況で条件を作ってあげて、アイマスクをつけることで、はい、で戦うスポーツです、はい。まあ、特徴としてはやっぱりボールですか。そうですね、ボールに音が鳴る、うん、中に鈴が入っているので、はい、シャカシャカっていう音が鳴るので、はい、ああちょっとこれですか。そうですね。あ、この音を、ヒントに皆さんはこう選手はこれを追いかけていくっていう、はい、あとなんかちょっとまあ練習見せてもらったんですけど、声掛け声出してましたよね。あれは何ですか。ポイみたいな。ボイですね。ボイっていうのは、はい、ボイっていうのはスペイン語で行くぞっていう、相手チームに対してディフェンス、ボールを取りに行くところで、うん、何も声を出さないとやっぱり危険だったりとかするので、はいはい、そこで共通のルールとして、なるほど、ボイボイボイっていう声を出していうことで、そういった危ない接触プレーとかを避けつつ、ただしっかりとサッカーとして戦えるというか、そういうことで声を出してたんですね、はい。さあ、3位決定戦始まりました、うん、これすごいですよ。もうほら、もう言ってますよね。ボイボイって、これまあ危険なんで言うんですけども、めちゃくちゃ危険でした。みんなバンバンぶつかって、いやすごい。これ前半後半の20分ハーフで戦います。すごい盛り上がりですよね。これは音出せないんで、試合中あんまり点入った時にめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。それで入ったことも分かるんだ、はい。さあ、これ落合さん、なんと元日本代表のキャプテンですから、これすごいです。このドリブル見てください。かわしてるよ。2点目すごいですよね。すごい。
なかなかいい試合するんですよ、どうやったらあんなのできるんだろう、ね、この盛り上がりやっぱ見に行かないと分かんないって本当そうでしたね、でもちょっとねいい試合だったんですけどね、終了までの逆転を許し本当にいい試合なんですよ、まさかのここで取られるとはギリギリのところで入る、ギリギリでもぶつかってくっだあさあ残念ながら3対2で負けてしまいました、でもこれ全国4位ですからね、すごいですね、雨関係なくナイスゲームあっという間の40分でしたね、お疲れ様でした、お疲れ様です、ありがとうございます、すいません、いい試合を見させてもらいました、はい、ちょっと勝ちきれなかった、そうですね、全然いや試合内容は非常に悪くなかったんですけど、はい、うん、落合さんお疲れ様です、お疲れ様でした、どうでしたか今日、まあ向こうの方が勝ちたいという気持ちが勝ったって感じですね、あーなるほど、でもうちはやっぱりボールへの最後の寄せとか、はい、最後一歩スライディングしても取るとか、うん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 、そういうボールへの執着心の差かなと思います、いやものすごい迫力でした、僕初めて見させてもらったんですけど、もうあっという間に40分が経ちましたブライトサッカーの魅力をお願いします、落合さんの方から、はい、魅力はそのやっぱ生で観戦すると、はい、その体と体が当たったりとか、うん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 、あとはそのテクニックでかわしていったりとか、はい、そのパワーとスピードとかを体感できるので、うんうんうん、その生で見るのはすごくあのおすすめするんですけど、いやそうですね、で、はい、もう一つ魅力としてはやっぱ、はい、見える人と見えない人が必ず協力しないとゴールって生まれないんですよ、その見えるとか見えないとか関係なくて、はい、その一つになったチームが勝利をするっていうところはブライトサッカーの魅力かなと思います、はどうですか、やっぱりもう関係ないもんですか、見える見えないっていうの、関係ないです、結構あの取れないとふざけんなって言われます、すごい言ってましたもんね僕言ってましたはい、結構いい試合見させていただきました、すみません、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、どうですか、す迫力伝わりました、勢いもあるし、うん、早いし、ね、多分絶対私たちが普通にサッカーやっても、ね、あんな風に点も入らないし、いや、なんない、かわせないと思う、で僕もちょっと体験させてもらったんですけど、ね、ボールが来ても足で止めてるのが後ろなのか前なのかもわからない、ね、本当にボール蹴るの難しいんですけど、ね、まあ、やっぱ一つになったチームが勝つんだよっていうね、関係ない、見える見えない関係ないっていうのはすごい熱かったですね、そして今回の大会なんですけれども、はい、制したのは埼玉 T ウィングスという埼玉のチームが喜びの初優勝を果たしました。さあそしてですね、ブラインドサッカーのルールについては県のインターネット放送局かなちゃん TV で詳しく説明していますので、そちらもぜひご覧ください。はい、ということで、来週で22日月曜日から、共に生きる社会神奈川推進週間いよいよ始まるんですけれども、やっぱり障害のある方がかわいそうだから何とか仕上げなきゃいけないじゃなくて、うん、一緒にやった方がお互い楽しい、そうなんです、いうことですよね、うん、これが共に生きる社会ということですからね、うん、共に生きる社会神奈川憲章という取りまとめましたから、はい、この精神をこれからもしっかりと深く広く根付かせていきたい、そのために皆さん共に頑張っていきたいと思います、よろしくお願いします、はい、ぜひ皆さんもこの放送をきっかけに考えていただければと思います、今日知事どうもありがとうございました、ありがとうございました、パンも美味しかったですしね